さあそして福岡国際センターがたくさんの拍手歓声、宇良と安美錦が登場してきました。宇良は今場所は東の5枚目、ここまで8勝4敗、すでに勝ち越しは決めていますが残り3日間が非常に大事です。安美錦は東の8枚目、6勝6敗です。いや岩友さん、はい、この対戦、入門してから初の対戦、初顔合わせということになりますが、楽しみですね。楽しみですよね。本当どんな内容になるのか。まず宇良がどういくのか、そして安美錦もどういくのかというところですけどもね。西方安美錦、東十両8枚目。少し宇良の昨日の相撲も、深浦町出身伊勢ヶ浜部屋、見ましょう。さっと手を出して、そして足取り、うまいですよね、はい、左に少しずれて足取りということはあるんですけど、決まり手が足取りというのは、ああ、はい、そうですよね、になって初めてというこの裏ですけれども、今日もどうでしょうかね。もう本当に何をするかわからないですよね。安美錦に支度部屋を訪ねた時には、まあ、今日まっすぐ行くよと、はい、ちょっといぞりもあるんじゃないのという話はしてましたけどね。2人とも前に出て押す力も強いですからね、はい、だからこそ横の動きもやっぱ有効になってくると思うんで、裏ももともと体を大きくして、まずは前の圧力、そこからのいなし、そして足取りなどが出ているわけです。安美錦の方もそうですよね、はい、少しずれることもあればまっすぐ頭からかますこともある。ただアキレス腱を痛めているという状況で、そのあたりが気がかりではありますが、どっちの方が取りにくいでしょうかね。いや、裏の方が取りやすいと思うんですけど、裏が取りやすい、向かっていけるんで、やっぱり、さあどんな対戦になるか。木村貴男が軍配を返します。おっと下から張った、叩き込む、叩き込み決まりました。少し最後回しに手がかかっていました。安美錦です。安美錦勝ってこれで7勝目、7勝6敗、勝ち越しまであと1番。宇良は首をひねって引き上げます。今日安美錦は時折見せる下からの張り手、はい、今宇良もですねちょっと手出して、そのあたりも警戒してましたかね。ですかね。今ちょっとこう手の出し